しかしクリムゾングループが一枚噛んでいたと。いやいや、十分予想できたことです。火星の後継者とクリムゾングループは常に協力関係にありましたからね。なでしこ C、無事かな。クリムゾングループはこちらで抑えた。残るは火星の後継者主力艦隊のみだ。だが統合軍艦隊の戦力を損耗しており、形勢はかなり不利なのだ。すでに火星遺跡を占拠している。このなでしこ C をもってすれば、敵の全システムを掌握して無力化することもたやすいはずです。すべてはなでしこ C と君たちにかかっている。よろしく頼む。さあ、敵陣に乗り込むとしますか。